俺もやってみようかな、サイドスピン。なんかワクワクしますね。じゃあ俺コツつかんだから次のステップへ行くよ。今度は直線でなく低速コーナーのスピンに挑戦してくる。頑張ってください。行けたでしょ。元気や。だが何か忘れちゃいないか。そうか、このバトルのコツもつかめたぞ。ハンドルはなるべく切らないで曲がった方が早いのか。なぜだ、あの野郎。最小限のカウンターで鮮やかにクリアしていく。けど俺たけしのように甘くはねえぜ。要は勝ちゃいいんだよ、どんな手を使ってもな。絶対偶然だ。ムカついた。わざとやりやがったな。てめえみたいなカスには絶対負けねえからな。マジかよ、八六の差を詰めてくる。そんなバカな。任を取ろうとってそうはさせるか。まさか。しまった。できねえんだよ。このまま負けたら俺はチームの中で笑い者だ。たとえ引き分けに持ち込んでも俺のメンツは保ってみせるね。このバトルの結果はダブルクラッシュといこうぜ。